こんばんは、ST48 2期生香川県出身アンピーこと川端アナです。こんばんはでございます。おいしょこいしょ、おっくらしょ、おっくらしょ。神谷敦さん短冊ありがとう。くたるさんかわいいありがとう。川間七夕アンナです。こんにちは皆さん、七夕アンナと申します。今日はグラピーさん短冊ありがとう。くたるさんいいねありがとう。私さっき20分昼寝っていうのか夕方寝してた、びっくりした。20分寝てた寝ると思わなかったの、寝てた気づいたら。びっくりマンボウだよ。七夕だよ。タグケイさん連帽したありがとう。のともさん短冊ありがとう。タグケイさん牛さん連帽した会いたい短冊ありがとう。嬉しいだけ、かわいい、めっちゃかわいい、ありがとう。マルさんデシングさん短冊ありがとう。今日は短冊は用意してないけど折り紙があるので折り紙を折って短冊を書いていきたいと思う。そうちゃんとね、あちょっと持って置いてきちゃった、待ってて。タクケイさんめっちゃ可愛い、ありがとう。山田太郎さん会いたいありがとう。さまきさん綿棒したありがとう。なんかさこの部屋さ除湿なの、除湿だけどさ結構寒くなってんの、びっくりなんだけど。除湿でも寒くなる、めっちゃ寒いよ。でもさ除湿切ったらさ切ったでさむしろするのかなと思って切れないっていう、なんか謎の今ですよ。テンシングさんハートありがとう。ヤナタロさん会いたいありがとう。あ読んだかな、2時間寝てた、いいね。今日も好きです、やったね。七夕何食べました。チョレギサラダとチキンを食べました。本当は食べたいものあったんですよ、なかったから諦めた。トラップは何の絵文字、夕方の絵文字だよ。クラビーさん短冊ありがとう。タルタル DJ ショーコロマルさん短冊ありがとう。クラビーさんかわいいありがとう。結局メイク落とさんかった私。あそうだった、クラスがね落ちてったんよ。スレズって何、昨日からじゃなくて今日からですか。今日から SE がスレズ解説したけどねってどういうこと、したけどねん、どういうこと。昨日からじゃないっけ、分からん、何の話の続きやろ。私なんか言ったかな、分からんけど、なんだっけ。ちょっと待ってて、クラッピーさんかわいいありがとう。あーこれ電気つけようかな、ヤンカーさんありがとう。今日もレポート終わらん大丈夫さ、なんとかなるよ。前髪切ってない、服かわいいありがとう。昨日からじゃないですか、できたの今日からなんですか。鬼て七夕だからね、知らんけど知らんけど、いてててスカートが引っかかった、わーわーわ
バスツアー俺も行きたい。お、群馬あるよ、バスツアー。バスツアー群馬あるよ、行きなよ。いいじゃん、今申し込み中だよ、群馬のバスツアー。そうだよ、みんな在宅業、在宅残業勤務な、頑張れ。クイーン、ありがとう。プニテ最高、ありがとう。女子旅の方ちゃう。なんで？なんで群馬？なんで群馬来んの？なんで群馬のバスツアーには来んのに、女子旅の方には来たがるの？みんな、悪いよ。悪いよ、それ。バスツアー男性も参加可能だよ、群馬の方ね。本当にみんなよろしくないですよそうだよ、群馬の方来てよ、群馬のバスツアー。悪いでしょ。送ったよ、ありがとう、楽しみにしてる。ヘラツグさん、短冊ありがとう。言いたいだけでしょ、絶対。女子旅行きたいわ、絶対。言いたいだけ。女子限定、いいなを言いたいだけでしょ、知ってるんだから。もう、無理だもん、無理なんだから。女子限定バスツアーもあるから聞いたいんで、どういうことですか。来ないのに言うな群馬お話できるでしょう。お話できるって書いてた。30秒。ゆっくりっていう、ゆっくりじゃないかもしれないけど、あるよ。当たるかね、当たるよ、絶対。素で笑った。どうかい、楽しみ。可愛い写真楽しみです。ありがとう。もう。30秒。おじさん限定バスツアー群馬とかそうなるから待ってるよ。群馬女の子行くよって報告まだ聞いてないからみんなほぼそうなんだからラムチョップさん、単独ありがとう。スネピやん、スネピとかじゃなくてさ、抽選だけど先着が当たりやすいみたい。もう群馬当たると思いますよ。大人気イベントにしたいんですけど、したいので私はすごく頑張って皆さんを呼びたいんですけど、ちょっとまだそうなってはなさそうなので、みんなの話聞いてる感じ。そうね、私は群馬推し売り中です聞いてほしいよ。美女だらけ、ワンちゃん、うん。でもお話するだけじゃないですからね、群馬に行くやつって。アンピと会えると聞いて速攻申し込んだ。え、ありがとう。俺らに、俺らじゃないよ、俺ね。みんなと同じにしないで自分をやめて。君は悪いことばっか言うもん。そうだよ、自分がそんな、群馬応募してる、ありがとう。アンピがバスにこっそり乗り込むと来い気まずい私一人だった。初日申し込んでる、ありがとう。撮影会ですよ。そう撮影会がメインね、一応。悪いことしか言ってない。そんなことない、そんなことない。もっと悪いやつはいる知らんけどもう頭の回転はとても遅いです。ゆるく生きています。アミちゃん遅れますって違うバスからモニタリングしてるっていうやつやりませんいいね、モニタリングしたい。マルさん、レモンスターかけちゃありがとう。パーありがとう、ありがとうございます。
飛び石で発動するで。うんな知らんがアイドルオタクの階段素晴らしいよ。新しいことなんかしはりました？してない。なん今からする。今から短冊書くわ。もういっぱい書くんだからお願いは。欲深く生きるから。しおりさん会いたい。ありがとう。いつ来る？アンナいなかった。アンピーがどう行動するとるのかモニタリング悪モニタリングだね。何がいいかな。ジラーチって何？ジラーチ。アンピファミリーは悪ばっかりって書かれてるよ。ほらほらそう言われとるよ。いいのか。ザクは強い。ザク短冊いっぱい。うまい。おいしいのか。ジラーチは可愛いよ。ポケモンの話ですか。桃太郎さん短冊ありがとう。マクドに行ってしまった。今日マクドに行ったよって報告来たよ。メールの返信で一緒だね。何食べたの。最初は CD1 枚が始まったのに。服おしゃれありがとう。あこれはタオルです。タオルじゃっていうかブランケットです。タオルですっていうの変。七夕のポケモン。あそうなんだ。効果抜群ださんありがとう。単独100枚書く LPO さんみたいに。確かに100枚書けそうだけどな。願い事でしょ。まずはでもさこれってさ、めっか。あ、2が入らなかった。そんなことあるんかってぐらい2が入らんかった。2が入らんかった。生ハゲさん短冊ありがとう。スキピありがとう。博多明太は一緒じゃん。さすが。寒いの。そう寒いの。悪魔集めら正義なのです。確かに褒めることが多いけど、褒めてるって思ってるんだったらそれでいいんだけどさ。 STA がもっと大きなグループになりますように。でもこれ他力本願すぎてさ、なんかさ違うよね。STU をさもっと大きいグループにするために私が頑張らなきゃいけないのに、なりますようにっていうのは他力本願すぎる。他力本願だなって今めっちゃ思ったけど、まあそういう思いはあるよっていう短冊ですね。生ハゲさん短冊ありがとう。でも2が入らんかった。あ落ちてった。隙間にご飯の隙間にペンが落ちてった。悲しい。よし顔色悪い。顔色悪いっていうかチークだな。顔色は悪くない。顔色はいい。なんか色がない。ないと思う。ないかな。わからん。あーちょっとちゃんとして。今日ハリポッター見終わったんですよ。悲しい。願いだからいいんだよ。あーよかった。短冊は前日までに飾り当日に片付けるってところも。まあいいよそういうのは。今日はオリゴちゃんの撮影行ってきましたよ。お楽しみですね。よし。タオボボさん短冊ありがとう。アンピ七夕は水色とか黄色のイメージ。アンナ的一番好きなシーンは？最後の映画のやつ？全体で全部で？全部でですか。全部でハリポッター悩む。でもネビルがナギニをやるところかな。チョップするところかな。チョップっていう言い方をちょっと
やっぱいっちゃんかっこいいもん。犬さん缶流したけど今怒られた。確かにそう、見終わったよ。寝返りだからいい。確かに、そっか、寝返りだからいいのか。そのままだとダメだよってことか。凪にも過去があるから。あ、そうなんだ。アニメポケモンシーンをツイートするかと思って。やめるか。なんで見るのに。絶対お願い。ファンタビーその勢いで、そう見ようと思ってて、今から見ようと思う。ファンタスティックビースト見ようと思ってます。ガチ泣きするポケモンさん。私ポケモン今やってるポケモン見てるよ。見出して追いついてる。口欲しい。みんなのお願い事は？あ、間違えた。みんなのお願いは？教えて。指輪かわいいでしょ？かわいいでしょ？ユニバ行きたい。あーなんか元気に過ごせますよね。ありがとう。メンバーさんを笑わせるくらいられるコメント力ください。おいいね。いつも笑ってるけどね。120歳まで安否と結婚、ま、まあまあまあお願いするにはね、いいですから。庭付き屋上付き一軒家に住めますように最大のお願いです。これが推しがたくさん公園出てくれますように。石田さん短冊ありがとう。建前なんか甘くしてくれるお姉さんタイプのお相手見つかりますようにいいね。これからアンナのレシピがたくさんもらえますように。みたらさん短冊ありがとう。読んだかな、わかんなくなっちゃった。タワマンじゃなくなったよ。そうタワマンじゃないかも今。地元の仕事が増えますように。ありがとう。七夕安否と結婚できますようにって書いた。叶うといいね叶うといいね。いいね。良い嫁を引き寄せられますよね。グラビアとか書いてなくてよかった。わあ危ね。公園に行けますように。七玉さん短冊ありがとう。屋上で何すんの。え、バーベキューとかしかない。グリさん、流れ星掛け銃ありがとう。今日雨だね、悲しい。毎年会えてなくない、彦星さんと愛媛さんと。まあ、なんかどこに住んでるかわかんないから、晴れてる地方に行けばいいのかもしれんけど。俺だけ免税されますように。そんなツアー料式当たりますように。確かに
嘘でもいいか笑ってもらいますように。いつも笑ってるよ水着水着そりゃないな、無理な、無理だよきっと、知らんけども。グリさん短冊ありがとう。また思いついたら過去短冊何書こうかしら。でもね、中学校の時毎年ねあったの、学校で書くやつが。なんか全員書かなきゃいけないとかなかったけど、配られて学校のなんか靴箱の近くに笹があって、そこに吊るせれるの。人の見るのめっちゃ好きだった。結構割とみんな真面目だったかも。私何書いたか全然覚えてないんだよね。20代で見える外見でありますように。小さい頃なんて書いとったんやろ、全く覚えてない。アイドルになりますように、いいね。クイさん短冊ありがとう、掛け字ありがとう。広島駅付近に劇場ができて一角の広島支店ができますように。めっちゃいい、超いいじゃん。それ俺の学校もあった、同じ学校通ってた受ける。中学校どこでもしてるんじゃない。なんて書いてたの。グラッピーさん連帽した掛け銃ありがとう、バーン、ありがとうございます。主欲すぎて世の中が思い通りになりますようにかな。王様になっちゃう。研究生ツアー高松申し込んだよ。おお香川楽しんで、ツアー行くと同時にセンターになりますように。素晴らしいね。クワスが100号まで増えますように。いや欲しいんだけど、クワス大量欲しい。大量大量発生させたいね。落ちそう、ちょうどね落ちる隙間なんですよこの子。ほら危ない。一回でも多く会うのに会えますように。うん、好きな人と両思いでありますようにって書いてた。え、かわいい。そんなこと書いたことない声終わった後の、うん、絶対一句美味しい、幸せすぎる。骨付き鳥、パンケーキ美味しいお店行けますように。前行ったとこおすすめ。山太郎さんありがとう。短冊、うん、ウェルカムかな、ウェルカムの上かな。ぬいぐるみであるんですよ、絶対欲しい。セノビック飲んだら分からんけど、偏差値2なのにそうだよ、100点満点。前行ったパンケーキあそこで合ってる？どこ？宇治なんところ？宇治なんですか？宇治なんかなんかもう分からんけど。なんて言ったらいい？はい。あ合っとるんか分からんけど、宇治な。おすすめマンモス。ブルーライブのあそこの手前、手前って言ったらなんか変だけどの本通り側、本通り側でもないか、広島駅側に近い、ちょっとだけ近い。シリウスブラックが捕まりますよ。なんで、なんでシリウスはマジ悪くないじゃん、なんでそんなこと言うの。討論です、これは討論だ。なんでだ。6月16日にできたばっかだよ。RTO あーとか言ってた。 ATMO さん、 O さんじゃない ATOM さんATM とか言っちゃった。ありがとう初見。アトムか、アトムさんありがとう。カムタンナです、ありがとう。あ、七夕アンナです。安否の脳の片隅残せれますようにとか、残ってる残ってる。モテキ来てほしい。モテキってどんなになるんですか、どんなになるんですかどうなるんですか。宇治な、宇治な、宇治な、ディベートタイム。
モーションの役人なんかな。生ハリポタ激論配信がスタートするのか。チェリー、七夕ありがとう、短冊ありがとう。シルスバークはとてつもなくいい人ですよ。今のあなたの状況ですよ。あー、なるほど。でもこれはモテ期って言うんですか。アンピとたくさんハリーポッター話できますように。え、したいしたいしたい。ちょっと七夕だからキラキラさせてみた。七夕だからね。なんでおしゃれにしてるの。七夕だから。確かに。でもみんな本気で言ってないでしょ。わかんない、本気で言ってるのかな、わかんないです。好きですよ。うーん、確かに普通じゃありえない状況だもんね今。そう、キラキラちょっと乗りすぎた。なんか配信見ながらやったから、いっか。さっきのマジレスは本気だぞ。俺はいつも本気だよ。本当に。三十点さん、ありがとう、ありがとうございます。どこまでも本気で受け取ってくれるかじゃない。どこまで本気で受け取ってくれるか。ああ、シャカマン。シャカマン。でも私もそんな、そうかもしれない。愛情表現は苦手なタイプかもしれないですね私は。冗談ばかり、そんな。私、そんなことないよ。なんて返したらいいか分かんなくなって。そんなことないよって言ってみる。お仕事終わった、お疲れ。甘えたりしないの？ファンの人に。ファンの人にはめっちゃ甘えてますよ。もう甘えの甘えですよ。知らんけど。知らんけどね。くどいてるって言われたの。あら、素直じゃないんだから。ハロー、ハロー。短冊なんて書いてあるの。これは STU が大きなグループになりますようにと、庭付き屋上付き一軒家に住めますようにって書いてます。ネタなのか。甘い。アンピンドリンク3杯飲んだの。え、ありがとう、たくさんありがとう、ありがとうございます。みきちゃん短冊ありがとう。坂道研究家さん短冊ありがとう。世界征服まんじ、別にいいかも。全てを捨てて広島に来ました。丸まちゃんのことが好きな、その気持ち。
広島に来ました、かまたアナです。またここか、こんにちは。安比コースター出ませんでしたが、 SRP さんのサイン入りコースター、 SRP なサラピか、おおすごいね。七夕アナいいでしょ。楽になりたい。何の楽になりたいって前もあったね。UFO を見ることができますように。 UFO 見たいです。私経験的にこの経験が欲しい、 UFO を見るっていう。虐待かなこれつけたら。悪い悪い悪い理論が。コースター当たりました。え、ありがとうありがとう。七夕だよ、七夕じゃない、七夕アンナだよ。友達とか彼氏にはふざけてほしいタイプ。え、どういうこと。タピオカまた流行しますように。タピオカ店やってるの。宇宙人は別にいいかも。UFO をパッと見れたらいい。かコーヒー、コーヒーじゃない、間違えた、焼きそばじゃないですよ、焼きそばじゃないですよ。あんがひらがななのは画数的な、あ、そうですそうです、画数、あ、そう画数的な。信じてもらえないけど見たことある。いや信じますよ、私見たいんですよ、羨ましい。でもファンの人で見たよって報告何回か打ってます。ゆらきさん短冊ありがとう。ここが見やすいよとか、なんかね空港で働いてる方とか見たことある、見ることがあるっていうのを聞いたことある。相談とか話してるときは気軽にふざけられるタイプがいいのかな。あーガチの相談してるときは全然、え、そんなん気にせんくてよくないって言ってほしいタイプ。え、でもさそれでさっていうのいらないタイプ。友達とかにはね、友達はね、でも友達はほぼ相談してんけど。ありがとうございますって言われてネタ間違えたんかと思った。そのぐらい好きだよって気持ちかなと思って。ホームセンター UFO なら何それ。明るい方が好きだね私は。アーナビームがキラキラ、やった。今日ねスプラトゥーンの一番くじやったの。なんかねずっと引くか迷ってたけど、なんか引いてみたの。じゃあコップが当たったの、スタッキングカップ。本当はなんかね、なんかタオルみたいなのがあったの。タオル、なんか手拭くタオルだって忘れた、ぬいぐるみみたいなやつがあって、それが欲しかったけど、まあ当たらんわ。だからうがいできる。うがいできるコップを手に入れました。今うがいするコップはあれなんですよ、スズメの戸締まりの一番くじで当たったやつなんですよ。けどこれに切り替わりますね、実用性がある。もう一回したい、スプラトゥーンの一番くじ。ネゾさん短冊ありがとう。わわわ困んないよ、困った顔してるだけで、私が困ったように見せてるんだよ、見えてるんだよみんなには。なんか4種類あって色迷ったけど紫にした。戸締まりという名の鍵閉め、息をする心、最後の鍵閉めは誰かな。戸締まり。垂れ目困り眉、そうなんですよ、だから困ってなくても困ってるように見えるかもしれん、分からんけど。ぬあみを今原神始めてハマってるって。マジ、私もうちょっと閉じちゃったわ。
ハリーポッターやんないと私。ハリーポッタールームメイトとマジ時間は、ルームメイト8時ぐらいにやってるんですよ。遭遇することがないあんまり。ルームメイトさん話したこともない話さんかハリーポッターの話ね。ハリーポッターゲームの話。ほらありがとう。ぬあもんちゃん、ぬあみょんちゃん、スプラトゥーンめっちゃ得意らしい。ハッフルパフ一緒？違うのか。ハリポッター対戦めっちゃやってるよ私。そう楽しいし、ストーリー進めるよそっちをやってる。鍵が溜まってる、えらっ。気持ち拗ねてるっぽい顔してて似合う。え、なんで今私なんでなんでなんで。ハリポタは魔法、うん、なんかね結構ハリポタの映画とかが結構そのまま再現されてたりとかしたりとかする。楽しいよ。たまたアンナさんこんにちは。こんにちは。できる猫は今日も憂鬱のアニメが今日から始まる。あ、そうなんだ。アニメ見ないとね。あ、今日から私昨日の夜からこれを始めたんですよ。これでさっきもやったけどマジでできない。なんでできないかっていうと 3D なのがまずむずい。そんなアニメも好きでありがとう。 3D なのがむずいんですね。なんか 3D だから向こうにも行けちゃうんです。その 2D だったらさ、こうだけだったじゃんじゃなくてこう行けるからさ、すごいむずいんですよ。超むずい。意地悪してくる女の子いるよね、兄弟と。ワンアップの音も出るよ。そうそう、困ってます。で久しぶりに集まり開いたらみんなに久しぶりだねって言われた。どこにいたのって言われた。心配してたよって言われて、あ、ちょっと実家帰ってましたって言いました。言ってないけど 3D だからおもろい。そうなんですよ。まだ4次元じゃない、まだ4次元じゃない。3D になれたらそんなにしんどくない。マジ雑草全然入ってなかった。それほど1週間ぐらい。3D 慣れたら簡単なのかな。超むずいよ。だってもうすっごい難しい本当に難しいよあれ。楽しいけどね。ニコニコしてない。テレッテッテテテレレレッテッテテレレレレッテッテテみたいな曲がずっと陽気に流れてる。こんなにゲームハマると思ってなかった。うん、マジそう、ガチでそう。ゲーム飽きるタイプだから。七夕アンナです、こんにちは。ステージたくさんあるよ。森っていうより村社会の情報速度。確かにみんなに言われた。でもみんなのとこ挨拶しまったよ。今してるお仕事何してるの。ハロー。
7月17日何の祝日ですか？海の日？違う？山の日？海の日？住民写真もらえた？もらえてない？仲良くなったらもらえるんですか？え、でも私さ、悲しいことがあってさ、あつ森の攻略本ファンの人にもらったんですよ。それ読んでたら、たくさん話しかけると仲良し度がアップするって書かれてたんですよ。で、あ、そうなんだって思って、あ、よかったって思ったら、下に、話しかけると逆効果だよ、話しかけすぎると逆効果だよって言われて、私アイリスちゃんっていうリスの子がいたんですけど、その子その私の島を出て行ったんですよ。他の島を見てみたいって言って出て行った、引っ越したんですけど、その子私仲良くなりたいからずっと話しかけてて、毎日何十回も声、さっき声かけたのにまたずっと声かけて、じゃなんかちょっとえ何みたいな、ちょっとうっとろしがられてたの。でもそれも愛嬌なんかと思う、 そのアイリスちゃんの性格上そうなんかと思ってめっちゃ仕掛けたんですよ。で逆効果になってたんだと思って、すごい嫌だったんだと思って、なんか悲しい気持ちになった。お話しかいたら仲良くなれますか？もちろん。エビウスさん短冊ありがとう。プレゼント講義すると写真もらえる。あ、そうだ。プレゼントでも1日1回しか送れんよね。石川くん、短冊いっぱいありがとう。読んだかな？たくさんありがとう。短冊ね、お願いしてるよ、今なう。なうで。お願いをしているよ。海の日か。押せば。押せ押せはダメ、引く引くみたいな恋バナみたいになってて確かに実際しつこく来られたら超引く。どうなんでしょう。どう話しかけられるぐらいだったら全然、自分からめっちゃ話しかけるタイプじゃないし、話すタイプ、なんか自分からわーわー喋る、あのねこれでねそのねとかっていうタイプじゃないから、話しかける分にはいいんじゃないですか。なんか私がアイリスちゃんの立場だったら全然嬉しかったもん、絶対。だからびっくり、悲しいわ。また連れてくれば大丈夫やん。確かに。でも今満席、満席。明日晴れにしてください。どうかな、来るものは拒まない派。ああそうかも、え、分からんちょっと分からんけど、そうかもとか言ってみた。見える男子は現実主義者、主人公くん押せ押せ通り押してストーカーみたいなやつ。あれかな、アマゾンプライムで見てるかな。見てね、ちょうどハリーポッター興味終わったから。頭打ちつけてってドビーだ。ゲームの中で積極的なのねだって自分が主催の島だからね、主催ではないけど自分が結構、自分が唯一の人間じゃん、他はみんな動物なの。だからさ、多分人間知能がさ、やっぱり他の動物より高いと思うのこんなことさ言ってるの、動物の森のさ住民たちにバレたらさ悲しむかもしれないけど、私が人間だから一番ちゃんとしなきゃなって思ってて、そうなんですよ、ですの気持ちです。ファン旅見るね。みーくん短冊ありがとう。短冊掛け銃ありがとう。アンピちゃん海の日に水着姿を写真ツイッターにあげますか？あげるわけないだろうあげるわけないだろう。ぐいぐい来られすぎると苦笑いしてしまう。悪い。あ、そうなの、まあ、なんか私生活をめっちゃ聞き出す感じは苦手かもしれない。私生活昨日何しとった、一昨日は、その一昨日は、その前の前の前は、まあ確かに大変かもしれない。そういう人おらん。人間だと思って聞いてた。支援もあってすまんのやが、雨はいいがいいかも。雨もね。スイッチのホグワーツのゲーム11月14日に延期？絶対買う。俺たちの数万台のスイッチ様の知能を借りてるからな動物たち。でも釣りとかもなんかさ休憩してんじゃん、掃除があったら釣りしようよって思うけどね。でも動物たちはやっぱりのびのびとした生活を送りたいかもしれんけど、
私がその間に釣りを頑張ったら。いつ寝た？何食べた？え、それは全然かもわん。なんかもっと中側の私生活なんていうのやろ。マチさん、連帽した掛け中ありがとう、パワー、ありがとうございます。なんかなんて言ったらいいだろう。それは全然日常のことだから。他の人がうーん、なんて言ったらいいの、他の人もやることじゃん。いつ寝た、いつ起きる、いつみんなやることみたいな、なんて言ったらいいの。そういうこと。似て釣り大会で何って書いて、ひもこれ漢字ちょっとごめん、漢字読めなくて。なんだろう、ひもの漢字間違いなんか関係ない。ありがとう、教えてくれて。うるおじ結婚してありがとう。金曜日お疲れ様です。お疲れ。明日お休み。よしこくくん、レインボースター掛け中ありがとう、パワー、ありがとう。今日何食べた、今日何食べた、好きな本は遊びなら、たた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 た。今日マネージャーさんと推しの子の話したわあ、そう、生活習慣。動物たちが朝7時まで出勤して22時まで帰ってこないとか泣いちゃう。確かに確かに。最近歌われたんやがはじめまして。うん、悔しい悔しい。2期待てなくてアプリで最新話まで読んじゃった。おー、私も溜まってるわ、読まんと。商談うまくいきました、素晴らしい。おずちゃん、ありがとう。短冊、推しの子の最新話やばい、うわ楽しみ。ユニバたくさん行けますように。うん、切実なお願い。クワスの足にくっつけちゃった。行ってほしい、ありがとう、行きたいよ。次いつ行けるかね、何回行けるかな、何回でも行きたい。でも最低6回行きたいかな、去年6回行った。メンバス買った。詳しく月1で増えてる19時仕事終わり、急いでここに行くね、ありがとう。箱開けるアトラクションやった、どういうこと、パンドラの箱開けちゃうの。ユニバ CM でやらかすように言ってるから、どんどんやらかそう。ユニバで仕事はお疲れ、かなちゃんみたいな
ロープつけてると思ったらタオルだったのか。自分ツッコミかも。そう、除湿つけたらそう寒いの。今日も晩ご飯食べたよ。パンドラの箱開けちゃダメなの？あ、そうなの？ユニお土産帰るときに買うかな、いつも。あなたにたくさん会えますように、ありがとう。ユニバのハリポタゾーンの魔法を使ったら魔法使える場所あるやん。ああ、中学校の時にやったくらい。システマペリオみたいなやつで。なんで覚えてるの私、すごい。システマペリオだよ、箱開ける呪文は。ほら、システマペリオ。ハリポタ魔法全然言えない。ジャムズさんと同じ別に出れますように。それな、それな、大阪のさ、ちかっぱさいさ、ジャムズさんと一緒だから出たいなって思ってたんだけど。アクアミンティー、水ですか。みんながたくさん会いに来てくれますように。にアナちゃんにたくさん会いますように。ありがとう。学校以外で魔法使っちゃダメだよ。バレなきゃいいんだよ。こんなのダメか、バレなきゃいいんだよ。ダメか、ちょっと飾れなくなった。今日はちょっとクワスタンたちちょっと添えてもらおう。やばいやばい。やばいやばい、なんかくっついとる。叶えられますように。ありがとう。しおりんさん、短冊ありがとう。そう、マグロに見られたら大変ね。そう、見られなきゃいいんだよ。そうそう、セーフのラインを狙う。そう、それはどうなんでしょう。私はその考えは同意はしない人です。私は魔法を仕事にしてないので。あれ、あっち向いちゃった。よし。アリンコさん、短冊ありがとう。剣かわいい、ありがとう。短冊の色って意味があるらしい。え、そうなの？何も考えずにやっちゃった。スレッズ爆発魔法。なんか縦に並んでる。ボコボコのテテテン。魔法よりも筋肉でなんとかする。マッシュ。マッシュマッシュ。ミニバードさん、短冊ありがとう。あと何があるかな。調子がいいかもしれない。素晴らしい。何があるかな。何があると思う。みんな他にない？スレッズっていうだけで。確かに
大人っぽい服ですね。ありがとうございます。ハリポタログインした時にルームメイトからの手紙かなんか出るんだけど中国語で読めない。じゃあ中国の方なんだね、ルームメイト。私わかんないんだよね、どんな方なのか。あんな沼から出れない魔法かけましたね。お、かけてなかったんだけど気づいたらかけてたのかも。翻訳機能欲しい。確かにあったらいいね。だってあれはあったもんね。今後できたらいいね。愛じゃよ。おはダンブルドア先生。目かゆ。目かゆかった。コージさんありがとう単独。ドゥルルル。ルルルル。他に何かあるかな、お願いすること。安否沼にハマりました。こんにちは、こんにちはすぎるぜ、こんにちは、ハートありがとう。きょんかじさん、くれんばさん、あんた流れ星ありがとう、ありがとうございます。今日のメイクいつもと違いまへん？なんか違うんよね。そう、それが嫌でさ、今日は絶対メイク落とすって思ってたの。今日お仕事があって。けど、気づいたら落とさずにいた。なんかもったいないなと思って。口座の中が増えますように。ハマれる？空海？はい、福山さんさん会いたい、ありがとう。私もそうなのよ。アンペンお話か行ってみたい、お話か行きますように。ありがとう、来てくれますように。絶対来れるよ。これどうするんだっけ。ここそう、ユニバー横浜にください。私に決定権はないからな。今横浜にユニバ行ったら私泣いちゃう。泣いちゃうよ。増えたらいいんだけどね。横浜にもユニバができたらね、いいんですけどね。できたらいいのね。幸せだよ。年バスはどっちも行けるにしたら。めっちゃいい。行きたい。ピッピー。ユニバーサルスタジオ香川できたらちょっと幸せ。来てくれる？みんな。カモは。あれ？何これ？
竹松さん短冊ありがとう。カカオから出てこなくなりそう。ユニバーサル安否の家にあるなら安否の家なら行きます。なんでやねん。竹松さんさん短冊ありがとう。ミサさん短冊ありがとう。鶴作ってたんやけど全然できん。違うんやろうなやり方がきっと。できましたできました。アンペのユニバーサルツアーがあればな、みんなをそっちのけに楽しむかもしれない。いい意味で。コージさんハートありがとう。ありがとうね。大好きさん短冊ありがとう。うわ美女と野獣エリア行きたい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 。ニタニタする。ファンのみんな安否がすぐ乗れるよう順番待ちで並ぶためのスペイベ。いいように私、うわーちぎっちゃった。鶴さんのどこかわからない部分ちぎってしもうた。ごめんよ鶴。絶叫苦手だから安否となったらワンナップキノコをたくさん持ってたい。何ワンナップキノコって。ワンアップ？あと食べたい飲みたいってもの言われたら買ってきます。え？いいね。緑のキノコ？出るかな。こんばんは。あ、山みたいになった。あれこんなんじゃないよな。あれなんだ、なんか違うわ。ちょっとなんか違う。ちょっと待って。ちょっと折らなきゃ。キュンキュン。サンリオピューロランドさ8月までなんです。今月じゃなくて8月までなんですよ。友達と行きたいんですよ。福山さんさレンボスターありがとう。ミスターさんレンボスターありがとう。教育員に田辺さん短冊と笹かい置いてあった。書いた？リファプールさん短冊ありがとう。ピューロ閉館するん？え違う違う、あのなんか1月に48グループコラボのやつがあった時に券をもらったんですよ。チケットみたいな。その券がはそう、あできた。年発じゃないよ。そうもらったんですよ、行ける券みたいな。その券思っててってことだよねきっと。違うんかな。そう使えてないんですよ。でもまあ8月いけるんじゃないって勝手に思って。そう友達にね連絡してるんですよ。連絡したというかそうもらった時にもらったから一緒に行きたいって送ったんよ。
そうそう、だから受けるの楽しみ。鶴の尻尾ってどうなってたっけ、直角だっけ、こうか、こんな感じで、なんか違うか分からんけど鶴これ鶴ペリカンみたいな鶴、パッタパッタパッタ、え、ピンと伸びてんの鶴、これが顔か、じゃあこうか、できた。トゥトゥトゥ。する。空気入れるんだよ。あ、これに？ここに？入った？し、マジでさ、風船とか苦手なんだよね。あ、こう、こうしたらいいのか。はいはい。顔折ってるよ、顔折ってる尻尾長い、尻尾短くするね、じゃあ、はい、できた、こっちが顔みたいだな、ペリカンみたいできた、あげる、50万で売る50万で売る、無限の輪っかつなげるやつ やるね、あるね、七夕折り紙パカ自分が折ったツラ見つけられなかった、そりゃそうだわ、アンビくらい小顔、おお分かってるねありがとうございます、褒め方が分かっとる、オークションさ、ゴスト、オークションなの、しかもやばやばやばい、関節確かに確かにそうだね、50万確かに50万だわ、確かに49万、いや50万からだって、なんで減っていくんよ浩司さん、あとやくありがとう、安くない、そう安くないぜ、そうだぜ、これやりたい、ちょっと待って、これでこれで短冊作るわ、100万マジマジとか言っちゃった、リップついてるニューヨークスターとか、うわー塗ってからやればよかった、まだ間に合うか、選抜ロッター生涯収入ぐらい稼げそうちゃんと空気も入れてね、
全部植えたら遊んで暮らせれる。確かにガチ本で出てて草いや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 、そんなつもりは一切ないです。うわ、ハサミいるんかよ、言ってよ。さっきここに落ちちゃったんだよな。けど片付けたのか。エラコアンナはドラコマルフォイみたいな言い方しちゃった。エラコアンナハリツメた指がなんとかな。張り詰めた弓がごめんなさいねこれどこまで切ったらやん。そうだよ、短冊アンナだよ。真剣アンナです。真剣アンナさんです。短冊全然書いてない。今短冊の書くやつを書いてるから、作ってるから何してんのこれ。あ、小さい子使えそう、嬉しい、ありがとう。あ、何してんのこれ。あ、こうか。なんかわかんない、何してんのこの人。ちょっと戻って。アスパラさんありがとう。あー、僕らの紙飛行機は小高い丘の上から、どうぞ。なんでなんでこう、後悔後悔。どうやった、どうやったん、どうやった、なんでなんで、どう、それがどこから来たの。こうか、なるほどな。え、え、欲しい、これ惜しいんだけど、惜しいな。もっと交差しろってことか。こうかな。欲しい欲しい欲しい
どう、ちょっとなんかブサイクな星ブサイク星ができちゃった。これ以上無理ですわ。あ、まだ途中だったらしい。え、いやそんなことないか。ブサイク星。ふぎたいさんありがとう。星から出てる。ほらありがとう。星見える？そんなことないよ。ありがとう、優しい。スターライトアーナになる。どう？スターライトアーナになる。ちょっとこれがさ、こうして、もうちょっとこうだったね。こっちか。マルさん、寝坊したかけじゅう、ありがとう。わー、ありがとう。ミサラさん寝坊してありがとう。しおりさん寝坊してありがとう。縮小タイム。スターライトアーナになる。ミニボイスさん、レボスター、クキジョありがとう。生まれ変わり。ミニボイスさん、レボスター、クキジョありがとう。ありがとうございます。なんかちょっと、交際さん。いいね。足が見えない、ここの足。見えてる？見えない。足がちょっとあんま見えない。まあいいか。アンピが一番輝いてる。やった、ありがとうございます。よし、よっしゃよっしゃ。おつさん単独ありがとう。単独が縦に並んどる。私の単独ででん。願いが叶った時に外すシステム、これちょっと一生外せんわ。まだまだ難しそう。これはこれもちょっと外せんかもしれない。今のままだと群馬に来てくれんと群馬にどんだけ来てほしいんやって話ですよね。群馬来てほしいよ。たくさんかけたよ、偉いでしょ。つる、どれが一番の願い？これ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 。だってもうこれは自分もどうにかしなきゃいけないけど、自分がね、そう、なんかやらなきゃいけないけど、最後の判断は皆さんになるじゃん。だからこの願いが叶うといいな。仕事に行って。そうだよね、スターライトアーナー自分でやるものだから。最後はね、最終の本音が出てる。いやだって迷ったんよ。だって言えばたくさん行きたいなって思ったけど、これって自分の判断じゃん。自分が
行けるって思った時に行けばさ、いっぱい行けるじゃん。じゃなくてさ、皆さんがたくさん会いに来てくれるかはさ、私の努力ももちろんだけどさ、皆さんが最後どう思ってどう来てくれるかじゃん。だからそう、東部さん短冊ありがとう。神宮球場のスコアボード当てれば一軒家もらえるよ。どういうこと？野球したらいいってこと？おミラーボールありがとう。うわーキラキラありがとう。UFO ドゥ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 。そうね、 UFO も自分で見れるもんじゃない。自分も空見ないかんけど、まあまあまあそうなんよ。そうなんですよね、難しい。どうにかできるあれじゃないからね。そうなのですよ。サンピンさんありがとう。安否がデイジーになれますように。いや大丈夫です、大丈夫大丈夫、デイジーにはなりません。当たった選手がもらえるらしい。ああそういうこと。野球で170メートルぐらいのホームラン飛ばせば。私か、ちょっと私野球難しいかも、もう遅いかも。 UFO のふわふわどこにでも飛んでいきたい。どういうこと。サラサラです。おーになろうね、みんな。みんな。毎日幸せパラダイス。慎重ですか？ハートハートにならなかった。ブサイクなハートを作ってしまった。もうダメ、やり直し。四国くん連帽してありがとう。洗濯バサミ買ったよこのために。ハリーの道楽さんありがとう。カントリー、カントリーロー、この道、ドゥ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 。たくさん広島行きますように。確かに。ドゥ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 。何しか今日あるの？あ、知らんかった。ヤックル、ヤックル。
糸ってのけていいやつなんかな、のけよっかな、なんか1本取れたんだよね。あ、のけた、のいたわ。UFO キャッチャーの紐はのけるべきなん、これ1個のけちゃった勝手に。グワーンボーンってなったね。幼稚の人が、ごめん、くわっ、こつれ怖いからやめとき。そうなんや、普通に抜いたわ普通に抜いたわ。あー眠れそう、くわそうに抱きついて眠れそう。食わす変わらん、良いのでは。うまいか、やめてくれよ。お部屋の片付けしよう。ちょっと物が溢れてきた、この周りに、この周りだけにすごい溢れてきた。片付けしよう。これ探してた、支払いに行かなければ。生ハゲさん短冊ありがとう。牛のクワスいつか首こらんかな。待って、私今日神社行こうと思ってた、忘れてた、超忘れてた、行こうと思ってたのに、うわもうマジで忘れてた、マジで忘れてたすっかり。じゃあさとかじゃなくて、全然じゃあさじゃないけど、ポケモン開けよう、ポケモン開ける。ケン短冊ありがとう。3週連続ジブリ作品、何があるの、何、昨日パシが安否かわいすぎて名前の呼び方の件だったかな。ああああよ、今日のもう夜は神社行けない、何しにかくれんぼ。いやちょっとやばいやばい、これつけ、このままつけようとしてた、ちょっと間違えた。国立小坂超好きなんだけど、超好き。神社はお祓いに行くこれこうしよう。よし、キングダムいいね。では開封していきたいと思います。いきます。あずみんちゃんがクリコ坂好きなの、うわ一緒。ああまた隙間に落ちちゃった。7枚開けていきます。でん、あ、バタフリー、トランセルからの進化のバタフリー、毎日蜜を集め回る、足の産毛に蜜を塗り込んで巣に持ち帰る習性を持つ、うん、普通の蝶々さんだね。ここでの普通はいい意味の普通です、ね、
泣ける。へえ、次でんシードラータッツーからの進化系。細い口だが吸引力はすごい強い。口より大きな餌も一瞬で吸い込み食べるぞ。え、すごい、自分の口より大きいもの食べれるんやって。バタバイバイバタフリー、なんか悲しい。シードラすごい、やった。次でん、ライチュウだ、ライチュウのレア、嬉しい。サツのバタフリーが好きなバタフリーと出会ってお別れする。切ない、ただの掃除機。ライチュウのレア出た。尻尾がアースの役割を果たして電気を地面に逃がすの、自分自身は痺れたりしない。うわー嬉しい、レア、ライチュウレア出た、嬉しい、当たりだ、嬉しい、ライチュウ嬉しい。でん、うわー、あ出た、なんだっけ、なんとかなんとかボールのデザイン、嬉しい。アーボ、鳥ポケモンの卵が好物。おいおいおい、ダメだってば、ダメだよ、ポケモン食べちゃ。噛まずに丸飲みする、喉が詰まって気を失うことも。ヘビって噛まんくない？どういう設定なんこれ。ヘビ噛まんよ。ヘビってさ丸飲みするんじゃない？で気を失う、普通のヘビも。確かに普通のヘビはどうなん、確かに気になる。普通のヘビって消化するん、自分から食べて気を失いの、やばい、それな、悲しい。丸飲みだよね、ポケモンは気を失うこともあるらしい、詰まって。次でん、あイーブイかわいい、この、これめっちゃかわいくない、かわいい。環境の変化にすぐさま合わせられるよ、いくつもの進化の可能性を秘めている。あーイーブイね、確かにどのイーブイも可愛いですよね、好き。イーブイなんかね、小学校の時に幼稚園と小学校一緒だった友達にちょっとイーブイ似てるんです。髪の毛よくポニーテールしてたんですけど、その子こんな髪の髪こんなしっ、この子のイーブイの尻尾が本当にその子のポニーテールみたいな、ほんまにそんな感じ、イーブイっぽかった。めっちゃいい意味だよ。ニーフィア好きなの、私のデッキニーフィアだよ、デッキポケモンの、そうスイッチの。アンピのポニーテールは馬の尻尾だよ。 EV っぽい、あずな EV、 私が勝手に EV っぽいなと思ってただけ。デッキ出なかったっけ、出てないですね。でん、石つぶて、石つぶて、両手を使い険しい崖を登る、その姿を見た人からボルダリングを始めたらしい。そうなん、知らんかった、ボルダリングの秘話話。この石つぶてがおったからボルダリングが始まったやんって、まあ、知らんかった、この日は知っとった、知らんかった。スターターデッキみたいな感じで発売された気がするやんけ、調べてみて、調べてみるね。ポニータか、私ボルダリングの元祖だったらしいね、知らんかった。へーボタン押さない、へーボタン。次でん、お、たまたまルピキでいないと落ち着かない、一匹でもいなくなる途端に逃げ腰になるのだ。一個破けとるけどね。たまご兄ちゃんって知ってますか、たまご兄ちゃん、たまご兄ちゃんっていう話が私めっちゃ好きで、スリーヘイ、そう、たまご兄ちゃん、たまご兄ちゃんみたい。たまご兄ちゃんは殻を破らない子なんですよ、そう、殻を絶対に脱ぎたくないみたいな子みたい。ナッシーに進化する、進化した人格どうなるのかなど、どういうこと、この子たち、7月のランダムの話、やっぱりウサギなのね、ウサギだっけ、
あ、猫か。猫ですよ。なんかね、A さん、なんかさ、猫さん、猫のさ、なんかみんながさ、なんかね、オフショット出し出したじゃん。だから、え？と思って、どこに出てんだろうと思ったら、徳島の公園で売られてたらしくて、猫のグッズが。そう。だから解禁実はされてたんですよ。ひっそりと。知らんかった。猫さん、皆さんゲットよろしくお願いします。もう一パック開けようか迷う。開けよう。卵5個ぐらいあるのに進化して後は3つになるの切ない。あ、そうなんだ。合体するんかねって思う。ウェディングも良かった。ウェディングのグッズもね、またまだどっかで販売されてたらゲットしてほしいよ。次、でん、あ、ダグトリオ、ダグトリオ。3つの頭がお互い違いに動くのは周りの土を柔らかくして掘りやすくするため。知らんかった。完全ポケモンの。おもろい。ディグダの進化系ですね。進化したら3人になります。人数が増えます。これは分散されます。逆に、さっきとは逆に。何が逆なんて感じだけど、逆にね。下に置いて、次、バン、サンドパン。サンドからの進化系のサンドパン。鋭い爪を引っ掛けて木を登る。下で待つサンドたちに木の実を落とし分け与えるのだ。優しい、優しいなあこいつ。素晴らしいね。そういうやつ大好き。サンドパン大好き。アンペも進化したら3人になる。コエルも進化したら3匹になる。確かに。さらに進化すると毛が生える。そうなんですね。3人家族。見た目によらず。確かに強そう、強そうな人がさ優しいっていうのいいよね。うんうん。でも大体そうだよね。でん、シェルダー。妖怪にもこんな、妖怪ウォッチにもこんなんいる。安否3人だったら倍率下がる。ダイヤモンドより硬い殻に覆われている。しかし中は意外と柔らかい。へえすぎるわ。ヤドン公園にシェルダーいたよ。あ、そうなの。見に行きたい。織姫こそしてないの珍しい。織姫こそしてないの珍しくはないでしょ別に。珍しくないでしょ。次、バン。あ、カブトプスのレア。カブトからの進化系。なんかちょっとハリーポッター出てきそうとか思っちゃった。絶滅の理由は冬。絶滅しちゃったの？絶滅したんだって。暖かい海に暮らしていた凶暴な古代のポケモン。でも存在してるってことは絶滅してないってことですね。意味がわからないね。暖かい海に暮らしていた凶暴な古代のポケモン。今は存在しないの？いや、存在しないのか。だって絶滅してるのか。でも存在するの？どういうこと？どういうこと？恐竜？恐竜ですか？カブトプスだもんね。プスってついても。あ、化石から復活させれるんよ。そういうことか。化石ポケモン。なるほどね。確かに進化してるもん、これ。確かに。なるほど。レア。なるほど。まああれと一緒だよね。あの化石の、あ、違うわ、蚊からし、あのあれさせてっていう、あの、あ、恐竜と一緒だよ、ね、あのいつも織姫してるイメージ何それ。あのあれ、あ、うん、そう、それそれ恐竜のさ、うんうんうん、
あの恐竜、恐竜さん、うん、あーそうそうそう、ジュラシックパークありがとう、ヤンカーさんありがとうございます。ジュラシックパークと一緒だね。でん、あー、プリン、かわいい。つぶらな瞳が揺れるとき眠たくなるような不思議の気持ちいい歌を歌う、かわいい。え、絵がかわいい、かわいすぎない？天国かな、天国かなみたいな、かわいすぎる。プリン、かわいい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 、目がかわいい、それな、キュルンキュルンだわ。次、でん、あ、古びた秘密の琥珀、プテラ、ん、使えそう、使えそう、使えそうの一言で終わるん、やばい、おもろい、おもろくない、全然ごめんなさい。うん、最後の一枚、パン、あー出た、一枚入っとんかな、絶対ビジョン、ポッポからの進化系、よくいるよねこの子、絶対このシート入っとんかね。広い縄張りを持っており、侵入する邪魔もな、徹底的につくつかれてしまう、あ、そんなイメージある。ビジョン、毒爺さん、バラありがとう。嬉しい、マスターボールです、マスターボールです。あ、ポケモン、え、違うんだデザインが。これはモンスターボール、これもモンスターボール、これ違うわ、モンスターボールじゃない、ほら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 、さっきはもう全部今まで出るのモンスターボールなのに、ほらキラキラのこのボールが、マスターボール柄、レア？レア？レアじゃない？ない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 大事よ、一応さ、知って、価値を知っておくのは大事だと思う。え、かわいい、嬉しい、レア？会いなさいって言われた、ごめん、違うんよ、だってさ、どんぐらいかなっていうの知りたいだけだよ、私だって別にその態度変えないし、ストリファイ麻痺させちゃった、相場しておくのはさ、そうだよ、大事だよ。ああ、ティッシュが届かない。チェ。あれ、目つからないや。ちょっと背伸びをするしかない。1200円で売ってたから600円ぐらいかな。え、高っ高っ、え、やば、うん、ばば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 もくもくしちゃった、ティッシュやば、やば、素直なや、おやつタイム、ティッシュうまっ
それがピカチュウだったら2万 P 超えてた。そう、ピーピカチュウピカチュウピカー、やば。ディオールリップってなんか香りしたりする？どうかな。するかも。何の匂いだ。つきそう。顔がにやけすぎ。でも出てないからな。やばいね。欲しい人がどれだけいるか。確かに。青春の匂いこれ。トゥ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 、モンブランさんハートありがとう。猫がなってる？どういうこと？唇かわいい、ありがとう。分厚いんですよ。なんかユニバに行った時にユキリカと唇大きくないって言われて、なんか写真撮った時に、なんか今日唇大きいって言われて、みたいな、なんかしてるって言われて、んーって大きかったらしい。分からんけど。では今日は七夕なのでこの曲を歌って今日は終わりたいと思います。それで聞いてください。思い出せる恋をしよう。どんなに時が過ぎ去っても君の顔が浮かぶだろう。違う空を見上げていたって、忘れない。眺めてるだけなら失っても傷つかないけど、手に入れたらきっと怖くなるように、臆病な自分の性格、君は泣きそうな顔しながら前髪を下ろして、何をためらうの。僕は君が好きで、君は僕が好きなだけだ。その先のことなんか誰もわからない。いつの日にか思い出せるとっておきの恋をしよう。もし世界が終わったの日にかまた出会って、昔話できたらいい。そう、涙以上に微笑んでいたい。ずっと指先を遠慮がちにつなぎ歩いたあの日を覚えてる。咲き始めたばかりのひまわりの道、幸せすぎちゃう時間はあっという間に消えてしまうから、できるだけゆっくり歩こう。
から先のこと考えたくなる。君と絶対離れたくない。いつの日にか思い出せるとっておきの恋をしよう。もし世界が終わったとしても悔いのないように。いつの日にかまた出会って、優しく微笑む大切な君と約束したいんだ。忘れはしない。SG48 で思い出をしようでした。最高の七夕になりましたね。知らんけど、ケイスーさんありがとう。残属ミサラさん音符ありがとう。タカケイさんパチパチありがとう。クマピーさんハートありがとう。タカケイさん音符ありがとう。コウジさんペンライトありがとう。クマピーさんミラボールありがとう。今日もあなたの笑顔が誰か救う。さんハートありがとう。ありがとう。タンポポさんハートありがとう。ミスターさん音符いっぱいありがとう。テンションウーさん音符ありがとう。タカケイさんミラボールありがとう。ミラボールありがとう。ありがとうございます。おかっぴさん単独ありがとう。ありがとうございます。多分全員分読めました。福太郎さん、あ、これは読んだやつ。ありがとうございます。見たらの空が見えました。おー、 MV ぜひ見てください。ただ七夕アンナでした。いつか頑張ったアンナさんに会えますように。あ、会いますように。来てくださると嬉しいです、俺たちの。ではありがとうございます。ユニアン配信中だもん。私も配信中だよ。いつか話聞けますように。交換音。私の交換音。じゃあ皆さんからの閃いた時に使いたくなる皮は最高に可愛い、可愛くなりたい。かまちゃんありがとう、ありがとう。皆さんの最後の、じゃあ皆さんのお願いを読んで今日終わります。皆さんコメントしてください。絶対読むので皆さんのお願いを叶えられるよう壇上を読んでおくので書いておいてください。実際カッピーさん、12位ポクレンバサランさん、11位マツさん、10位福太郎さん、9位ウィンディーボイスさん、8位ミーくん、7位シオリンさん、6位ヨシコッコくん、5位マルさん、4位ミシタラさん、3位クマピーさん、スキピー、2位タカケイさん、スキピー、1位キコリさん、大好きピー、ありがとうございます。あっしゃす。使うな使うな。明日晴れますように。確かに明後日も晴れますように。今日も配信楽しかった、ありがとうありがとう。今日も美女さがすぎて幸せすぎます、ありがとう。帰る電車で座れますように。座ってほしい。たくさん寝れますように、ありがとう。寝ます、あざだした。こんばんは、配信ありがとうございました。めっちゃひらがな。あなちゃんがやる公演、生産生前生産と戦で見られますように。見てください、配信ありがとう。じゃがりこのうま塩レモンめっちゃ美味しかったのでおすすめ。え、何それ、美味しそう。おやすみ、バイチラパン。幸せになる、幸せになれ。ピラピラリン、ほらありがとう。今日も楽しかった、ありがとう。何とは言いませんが奇跡が起きるよう願ってますね。アンビが幸せに暮らせますように、ありがとう。なんかいろいろ見に行けますように。ユニアの配信来てくれますように。ちょっと今からやることがあるので行けるか、ちょっと期待を添えられる、期待を、あれちょっと分かんない。なんて言ったらいいんだろう。前回も行くって言いながら行けなかったから、ちょっとそれがあるので行く行く詐欺はやめたいと思います。昨日もなんかゆいにゃん誕生日だ、そう今日ゆいにゃん誕生日おめでとうなんですけど、ゆいにゃん誕生日だよってめっちゃコメント来てて、なんかね、なんて言ったらいいのか分からなくて読めなかったんですけど申し訳ない。高圭さん、えっ、どうもありがとう。
ありがとう、たかけいさん。もういつも感謝してます、たかけいさんが。たかけいさんが元気に楽しく過ごしてくださったら私も嬉しいので、よろしくお願いします。ありがとう、今年の夏会えますように。ありがとう、たかけいさん。たわ。アーピヌマ、待ってます。アナちゃんがいつも笑顔でいられますように。ありがとう。今日手紙送ったから早く届きますように。え、見たい、早く。お疲れ様です。ありがとう。たかけいさん、連帽してありがとう。幸せに過ごしますように。ありがとう。なんとか拾えますように。なんだろう。この後、うさみにつけてくれますように。うさみ持ってない。安否の配信がちゃんと毎日見えますように。お仕事で見れてないの。お仕事頑張って。クリアできますように。ありがとう。たくさん会えますように。会いましょう。七夕アンナでした。どうもありがとうございます。それでは、今日は以上ですけど。七夕アンナということで。ありがとうございました。皆さん、良い夜をお過ごしください。早く寝てください。おやすみんたん。ありがとうございました。なななななな、たかまたたなばた。まで、ありがとうございます。では、いい睡眠を。バイバーイ。皆さんの夢が叶えますように。あ、私の夢紹介するの忘れてた。メールで送るわ。バイバーイ。ありがとうございました。はい。